中小企業で起こる横領、その実情とは。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。20年近く経営コンサルタントをやってると、企業の様々な問題とかトラブルに遭遇することがあります。何年かにね、一回起こる問題としては、社員の横領と現社長と次期社長の圧力、これがねあるんですね。そこで今日は中小企業で起こりがちな横領と現社長と次期社長、要は後継者問題を分かりやすく解説します。まず社員の横領ですが、これ額面の問題ではありませんが、大体ですね、中小企業だと数万円から数千万円といったところです。あくまでも私の経験の範囲内の話ですが、年商ですね、2億円から10億円ぐらいの中小企業で起こりやすいような気がしています。具体的にじゃあどんな横領なんだっていうとですね、例えば営業パーソンが顧客から集金してきた代金を着服した、経理担当者が現金とか預金を着服した、これがね代表的なものだと思われます。そしてこの前者ね、要は集金してきた代金っていうのは、まあ大体ね数万円規模とね少額なんですね。ところが後者、経理担当者が現金とか預金を着服するっていうのは、これね、結構数年間にわたり数千万円とかね、ということもあるわけです。特にこれはね、計画的でバレないように帳簿の操作も行っていると思われます。ですから、社内に気づく社員っていうのはほぼ皆無で、数年間にわたって横領もできると。まあ、ただね、税理士さんとかね、決算の時にとか、あとなんか税務調査の時にですね、バレる時もあるようです。で、ここで皆さん方、疑問を感じたと思うんですけども、社長なのになぜそれに気づかないんだという人もね、いると思うんですね。それね、私も気になってですね、実は横領された社長にですね、聞いたことあります。3人ほど。まあ、大体ですね、その企業の月商と横領する額面にもよるんですね。まあ、大体ですね、2億円から10億円ぐらいだと、月ね、大体ね、数十万円だったらね、気づかないかなっていうね、まあ、みんなそういうふうに言ってました。仮に月20万、30万としても、おそらく気づかないっていうね、まあ実際気づいてなかったんですからね、まあそういう社長さんが、ほとんどでしたね。まあこのように横領は経理担当者が関わるとね、非常に気づきにくいばかりか、長期間にこう渡るわけですよね。だから額面が大きくなっていくと。まあ一方、数万円の横領っていうのはすぐに気づくケースが多いんです。まあどうして気づくかって言ったら、あれですよね。要は集金をしに行くわけですよね。そこに代金いただいてくるんですけども、まあ、その会社の経理の担当者が、あれ？あそこ仕事したはずなのに入金がないなって、まあ、電話かけるわけですね。じゃあ電話かければ、いや、営業の何々さんに渡したんだけどって言えばすぐに気づくんですけどね。まあ、そんな感じですぐに気づきます。さて、これね、問題なのが、横領が発覚した場合、どうするんだと。で、まあ中小企業ね、社長はやっぱり情け深い人多いので、まあほとんど示談ですね。そして社員のご家族がお金を返すっていうね。で、なんで横領したんだっていうと、ギャンブルとやっぱ女性関係ですかね。男性の場合はね。まあそういう人が多いですね。はい。で、こっからね、私のね、考察なんですけども、経営計画をしっかりと作って、社員と共有してる企業で、なんか怒ってるってね、私の分析なんですね。で、まあ、もしかしたらしっかりとしてね、こういった企業なんですよ、経営計画しっかり作ってるのは、だから発覚するんだろうなと思いますよね。経営計画すらしっかりと作ってない企業は、横領にもしかしたら気づいてないっていうね、ことなのかもしれません。さて次は現社長と次期社長の圧力ね、まあ、後継者問題、これよくあるんですね。で、ほとんどの中小企業では、まあ、次期社長っていうのは、まあ、現社長の息子っていうのが多いですね。それでバトンタッチがスムーズにいく場合とスムーズにいかない場合っていうのはあるわけですね。スムーズにいくケースは息子がもう若い頃にね、
もう次期社長になってほしいってことをしっかりと現社長が伝えてます。だから計画通りにバトンタッチが進むと。まあ息子もね、いずれ社長になるってことをね、了承しているので、全く問題ないんですね。うん、強いて言えば、そのバトンタッチの時期、まあタイミングをいつにするかっていうのね、ここが一番問題ですね。スムーズにいかないケースは、現社長が息子に社長になってほしい旨を伝えておらず、ある日突然、降って湧いたように息子に次期社長を依頼するというケースね。まあ当然その息子はですね、他の企業で働いてるわけですよね。で、息子は息子の人生を歩んでいるのに、現社長の都合で後継者に指名されたということですね。まさにこれ、寝耳に水ってやつなんですわ。現社長が病気で入院したとか、危篤状態だなんてことがない限りね、息子もなかなか覚悟が決まらないことが多いようですね。はい。で、首都圏の会社に勤めてた息子が地方にこう U ターンして驚くのがまず給料ですよ。やはり首都圏の企業の方が圧倒的に高額です。また休日、そして福利厚生も大きな違いがあります。もちろん企業文化とか仕事のやり方もね、違います。このようなケースでは次期社長は相当苦労するわけです。ただね、唯一の救いは、もしね、社歴が長いんであれば、次期社長を子供の頃から知ってる、ね、古参社員というのは結構多くいるんですね。もうこんなちっちゃい時から知ってるわけですよ。それで、古参社員が次期社長の、まあ、抵抗勢力になるわけでもなく、なんとなく温かい目で見守ってくれてるっていうね。まあ、そこがね、唯一の救いじゃないかなと思います。まあ、そんなことで今日はですね、横領とですね、後継者問題について解説してみました。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。